福テレソラネットです。金子さんは福島の春、夏、秋、冬、はい、どれが一番好きですか。福島の季節だと春が好きですね。その理由はやっぱり花が綺麗ですよね。本当に福島って、はい、あの花が一斉に春になると咲くですよね。はい、本当に百花繚乱の街が出てくるわけなんですが、はい、私も花粉がなければ春が好き。あ、そうまあそうですね。花粉はね。皆さんからに聞きました。やっぱり一番多いのが春、40.7%、うん。40. 夏も多いですけど、はい、秋が第2位で, 2> かで冬、今年やっぱり寒いという影響もあって、うん、8しかか好きなな人いなかった福島は春も夏も秋も冬もいいところたくさんありますけども、はい、春が一番好きということで,で春といえばです、ね、やっぱり桜なんですけども、はい、これ、戸津の桜、今出てますが、はい、その今日できれいなね、これ見てください会津の飯豊連峰と川ね。 なんか会津の方のこの春の原風景なのかなっていう感じがします。うんはい、そしてその栃尾の桜なんですが、今こんな状況で,きいで、ね、だいぶ先進んでますよね。はい、あのおそらく週末になるとこの栃尾の桜満開になりますので、あじあそろそろですね。あのだいぶ賑わうと思うんで、朝、はい、早く行った方がいいかなと思います。<laughs> はい、さあ春といえばですね、なんと言っても。 あの嬉しいんですけれども、はい、ちょっと嫌な情報もあります、うんえー、こちらです、値上げの春なんですが、うん、これだけいろんなものが値上げします、はいえー、ケチャップだとかチーズだとかレトルトカレーとか、うんあの、おむつも、それからクリーニング料金なんかも上がる、うん、ということなんですけども生活に関わどものが上が上っちゃいますね今、金子さんが言った生活に関わるもの、うん、特にこちらがやっぱり重要だと思います。 食料品価格のですね、はい、上昇なんですよね、うん、今日はこれについてお伝えをしたいと思います。なんと物価上昇、食品価格上昇がランチにも影響しているという、えー、一体どういうことなのかっていう話をします。はいえー、食費をですね実は節約するために、うん、ランチを点点点はい。若い人、何してると思いますお弁当とかかですかはいなんと、こちら、左の図なんですが、ね。はい 昼食を欠食つまり食べない、少ななななくくするんじゃなくてもう食べない食べべいい週に1回以下は56.5%で、はい、週に4回、6回以上、あの欠食したことがあるというのは15.3%<ー>でその理由が働く人の全体の3割それから20代のこちらですね20代の半数が食事代の節約のためランチを抜いていた<ー>ということなのでやっぱり物価上昇、ここまで来ているのか。 じゃあ皆さん、福島の皆さん食事、ランチ、特にどうしてますか親指、うん、みんさん、食材は大袋のものを購入して冷凍保存でストックして、はい、揚げ物は油を節約して揚げ焼きにしてる。はははそれから、 えー、調味料の価格上昇をなんとかしてほしいです揚げ物を作る回数を減らしていますそれから旦那にはお弁当を極力持たせています、えー、コンビニの方を買うと値上がりや量が減っていたりということもあり米が安い時に買って弁当に大盛りにしている食事を夜1回にして 節約したら体体重と体型が30年前になっこれね複数の方がこれ言ってて、えー、私もちょっとマネをしてみようかなと思うんですがバランスを取りつつね。ということでまあこういった形でさまざまな生活に影響してるんですが、うん、特にこの後影響しそうなのが輸入小麦なんですよ、はい、4月1日から国内製粉業者に売り渡す政府が買い取りした輸入小麦17.3%アップします。はい これがじゃあ一体どういうふうに我々の生活に影響するのかなんですけれども17.3%仮に上がった場合これ農水省の資産なんですが食パン、うどん、中華そば小麦粉それぞれこれだけ値上がりする資産になっちゃうということなんです。OK ですね、でこれ実はですね理由なんですが、はい、干ばつとか北米産の不作これが理由で、うんうん、ここ注目ウクライナ情勢とか対、はい、ロシア制裁 これ一部しか織り込んでないつまり、ですねこのウクライナとかロシアの影響は10月以降、さらに影響を受けてしまう長期的に続きますね長期的にその通り続いてしまうということなんです、では、どのぐらい続いてしまうのかというところも含めてなんですが。うん はい、まず最初に目先です日清製粉さんなんかは食品メーカーや外食産業への小麦粉の販売価格引き上げを検討してます、うん、これからです、はい、でこれからまあこういったメーカーが検討して仮にえまあ価格が上がってしまうと年間3200円の家計の負担になっちゃう大きいですね結構大きいこれ小麦製品だけですよ第一、うん、生命経済研究所の熊野さんによるとこれだけの負担が出てくる、うん、小麦だけで小麦だけで,では それ誰が一番最も影響を受けるのか、うん、誰か子さんは結構パン私、毎朝パン食べているのでもう薄切りに買いましたね最近、ねまた価格も上がってきてるので,、はいでね、じゃあ、この後どうなるのかなんですが、うんはい、やっぱり若者とか単身世代、うん、まさにがねこさんが一番影響を受ける、はい、パンとか麺を好む方 <laughs>、うん、それからラーメンとか餃子パスタなどを出す外食は値上がりの影響を受けやすい。 もう直撃です直撃だから金子さんは10枚切りぐらいにしないともう本当薄く薄くしないとだめですね <laughs> 厚切りが好きなんでそうだ、はい、じゃあ小麦製品以外の食品価格これね小麦が実は引っ張っちゃうんですよ小麦が値上がりすると大豆もトウモロコシも上がっちゃうんだってわでこれ配合飼料が価格アップしちゃうんで豚肉も鶏肉も上がる、えー、で大豆を燃料とする油山上がりも上がる 天候不順、コロナで、今後砂糖やコーヒーも値上がりが予想されてる。だから、マーガリン、砂糖、コーヒー、パン。え、もう、私の朝ごはんです。全部上わっちゃうっていうことなんで。<laughs> あ<ら>まあ、大変ですね。皆さん、それぞれですね、ちょっとうまく、うまく、えー。工夫をしていただきたいと思います。うん